平和に限った。もう厳しいかもな。トレード要因か。立浪と周平。去年今年と思うような結果を残すことができなかった中日の高橋周平。サードも石川に奪われる形となってしまい、主には代打や守備固めの起用がメインだった。臨時コーチ時代の立浪も、見限った特殊にしたという。もう厳しいんだろうな。FA かトレード要因かな？左の4番バッターとして入団したけど粘えない、怪我も多かったし、3割は1回だし厳しいかな。2割5分10本くらいのサードは厳しいかな。周平は売れなかったんだな。守備固めで取るチームがあるかどうか。成績以上に怪我が多すぎる。立浪が何をさせたいのかがわからない。選手のモチベを上げる勉強をしてくれ。今年の成績を見る限り、緊急事態がないと難しい。ここ数年はさっぱりだからね。個人的には奮起してほしい。ドラドラ情報局は、中